大事目に来ました。いい天気ですね。坂上の千秋とも一週間ぶりに会えてすごく伊江島がエアマの歌を歌えるのはとても私は幸せだなと思いました。小浜島の歌を聴いてください。小浜節です。心張りと足も
たんですけど、こんなところにビールを置いていただいておりました。本当にこの時期、昼間がいい天気ではあるほど夜は冷えるという、放射熱のせいでね、冷えますよね、皆さんね。大丈夫ですか？乾杯。私は石垣の白穂というちっちゃい村で育ちました。海から2軒目だったので、リフにぶつかるゴーという音を聞きながら、ちっちゃいところがすごく目が覚めると、お腹に人が目が覚めるとすごく怖かったりする音でしたけど、今はすごく懐かしくて、ちっちゃい頃、いつも私と遊んでくれた白石砂浜と海が、今日も明日も多分明後日もなんかどんどん汚れていく、どんどんサンゴも死んで、この曲ももう15年ぐらい前に書いた曲ですけど、あのままでいてほしくて、あのままでいるにはどうしたらいいのかなって思いながら書いた曲です。伊江島の海も白浜の海も那覇の海も全部つながってる皆さんね、海の願いと、みんなの願いはどっかで一緒になった素敵なことが叶うでしょうと思って書きました。私とサンデーが参加しているパーシャクラブという那覇のバンドがあるんですが、そのパーシャクラブのナンバーから歌を披露させて。舞の浜を降りて足部あらんちゃが笑い声のちゅらさゆすみまさて石をちょろなみうとやわんがちるやのファムエをうたるうとにうたるうとにしゅらよ
言葉ばかりよ。